はい、新宿駅前ご通行中の皆様、こんばんは、君の会でございます。はい、まあ皆さんの会社でこう社内報とかで X が乗るときなんて名前呼ばれてます？あ、ちなみにうちの中は未だに Twitter です。はい、まだこう通達やらなんやらで X って書かれても何のこっちゃって感じなので、 X がこう旧 Twitter ではなくて、あの Twitter って書かれてもね、結構出すんだけどね、なかなか定着しないね。まあ、その辺の話についても名前変えたところで全然変わんねえよって話、定着しねえよその中にはって言ってたのは、まあ、これ言ったかな。はい、で、ツイッターの1機能が定時で、ツイッターまあ X の1機能が、X こと旧ツイッターの機能がこう停止するらしいみたいな話が出てきたんで、はい、ご紹介しようかなと思いました。何かっていうとブロック機能ですね。はい、まあ、私もいくらかブロックされてますが、はい、てか普通に使ってる上においては使わない機能なんだよね、はい、まあ、普通にやってて誰かのツイートをあえてこうブロックしてまで見えないように見ないようにすることはまあないやな、まあないよね。だって絶交した友達同士、別れた彼氏彼女ぐらいでもブロックまではしない気がするね。ミュートぐらいで止めんじゃないかなと思うんだけどね。あ、ミュートって機能もあるか。はい、まあ、まさにあの無音、聞こえなくなる、見えなくなるってやつですね、はい、でなんでこんなことが話題に、しかも産経新聞が取り上げてるかってすると、はい、手当たり言いましょう、政治家の中にブロック機能を多用してるやつが多いからです。誰とは言いませんが、デジタル庁の頭の人とかね、これもほとんど誰か言ってるようなもんだけど、まあそう、デジタル庁の頭の人とかも結構ブロックしてることで有名でしたね。だし、あとは立民とか社民とか共産とかの議員だったり議員だったり議員だったりする人たちが、はい、結構ね、あの気に入らない自分に反論してくる、今はあのコミュニティノートっていうものがあるから、ほっといても勝手に反論されるんだけど、そういった昔はなかったから、こう反論されてしてくるツイートのアカウントをブロックするっていうのが結構横行してましたね。はい、まあ私がブロックされてるのはね、可愛いもんですよ。はい、まあ、他の皆さんね、いる人によってはブロックされることを勲章のように扱ってたりもしますけどね。まあよろしい。で、いいですよ、このブロックの機能がなくなったら、今までブロックされてた、してた、されてた人たちのアカウントはどうなのかな、ミュートに移行するのかな。または通常アカウント状態に戻るのかな。はい、教えてマスクさんって感じですね。で、今後の、X の中での機能としてどういうものを使っていくのかな。はい、政治家の皆さん、思想家が噛み合わない人たち、意見が合わない人たち、別れた彼氏彼女、別れた彼氏彼女は、いや、これは知ってるかどうかわかりませんよ、はい、そういう人もいるかもっていう、空気感だったらごめんなさいね、はい、ね、そういう人たち、あとは夫婦喧嘩の、ね、旦那さん奥さん、はい、ね、その中でもしかしたらやってるかもなって思っただけなんですね。また親子喧嘩とかね、はい、ね、まあいずれにせよそういうので今までブロックでお互いに見えないように見せないようにしていたのが今後どういうふうになっていくのかを、考えなければならない状態になっているかなと思います、ね、そして反論されていること、意見が合わないことをわざわざ封殺して見ないようにするんだったら、そもそも X を使うなっていうのがマスクの意見なんだろうなと私は思います。はい、これ実に正しいなと思いますね。はい、何のためにソーシャルネットワーキングサービスを使っとるんやという話ですね。はい、まあちょっとナイキの子がいりますので一旦今日はこれにしましょうかね。まあ、とりあえずこの後の次の機能がどうなるか、続報が出たらまたご紹介したいと思います。はい、ありがとうございました。